今回はポール・リード・スミス2012年生、カスタム24、サインのヘッドストックグレーブラックを紹介します。リアポジションのクリーントーンからです。はい、次にハーフポジションです。次に、センターポジションです。はい、次にハーフポジションの、クリーンです。次に最後にフロントポジションのクリーンです。次に、リアポジションのドライブサウンドです。センターポジションのドライブサウンドです。はい、最後にフロントポジションの、ドライブサウンドです。